はい、そしたら次ここの毛先の部分をもう一回巻いていきます。皆さんこんにちは、ラジオアクア新宿店ヘアメイクの大内奈です。今日はこちらのキヌージョのカールアイロンを使ってチニョンのアレンジヘアを作っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、そしたら最初に後ろにベースの巻きを入れていきます。カールアイロンでまず真後ろのパネルを取って巻いていきます。この時、コテの向きは斜めに入るように入れていきます。しっかり髪に熱を入れていくイメージで巻いてください。巻いたら後ろの部分を全部ゴムで一度縛ります。結んだらさっきカールアイロンで巻いた部分を少しずつ手で引き出してほぐしていきます。で、巻いてない部分も少しずつ少しずつちょっとこうふわっと引き出すと全体の柔らかさが出ます。はい、そしたら今度はサイドですね。サイドも少しこちらのカールアイロンを使って巻いていきます。サイドはだいたい2箇所ぐらい巻きをミックスで入れていってください。反対側も同じです。グリグリに巻きすぎてしまうとちょっとこういかにもセットした感じが出てしまうので、あえて熱は入れすぎず少しこう本当に滑らす程度で大丈夫です。はい、そしたらサイドの部分もまとめていきます。顔周りの前髪をプレイヤー残してサイドを取ってねじって一回だけ止めます。反対側も同じようにサイド取ったら2つに割ってねじねじツイストして後ろに持ってきます。でここで外したらまたゴムで一緒にしていきます。この時にちゃんともうゴムが隠れるような位置でこのツイストの部分は上に持ってきてください。ゴムをしたら先ほど作ったデザインのところをちょっと引き出して全体がまた柔らかい印象になるように調節していきます。この時にちょっと自分で思っているよりもしっかり引き出してあげてください。はい、そしたら今度毛先の方は2つに割っていただいてそれぞれ三つ編みをしていきます。今日は毛先もちょっとこうまとめるようなスタイルを作っていきます。
つ編みを作ったら止めておいて、反対側も三つ編みしていきます。できるだけ緩くじゃなくて、ちょっとしっかり三つ編みを作っていってください。たらこの三つ編み2本を一緒にまとめていきます。こうそのままねじっていくと、さらに細かいデザインが出てきます。で、三つ編みを一つにまたまとめたら、毛先までちょっとねじってきて、ゴムをまた使います。ゴムしたら少し全体的にほぐしていきます。見えないちょっと裏側の部分もしっかり引き出しておいてください。で、これぐらい作ったら、あとはくるくるくるとねじって根元に巻きつけていきます。で、こうまとめたら、この毛先のゴムがしっかり後ろに行くようにしてください。で、今度は毛先の部分をピンで留めてください。しっかりゴムが止まるようにピンを打っていきます。はい、あえてここの毛先は、後からデザインとして作っていくので残してて大丈夫です。で、またピンをしてからちょっとバランスを見つつ束をほぐしていきます。あえてちょっと下目に作るので、ちょっとこうまとまってふわっとはしてるけど大人っぽいシルエットになっていきます。はい、そしたら次ここの毛先の部分をもう一回巻いていきます。今日は事前に毛先は巻いていたんですけど、こういうちょっとあえて毛先を出したシルエットにするときは、もう一回自分がどの部分に毛が欲しいか確認して熱を入れていきます。ちょっと手でほぐしたらスプレーで固めます。ちょっと毛先は外跳ねしてた方が可愛いと思います。はい、じゃあ最後に顔周りを巻いていきます。だいたい今日のモデルさんの場合だと前髪が長いので、前髪を3分割ぐらいして外巻きと内巻きをミックスして巻いていきます。そんなに長くコテに髪を当ててなくても、この絹糸のカールアイロンだとすぐ巻きがついてくれるので、あまり長く組んじゃってこうふわっと巻く程度で大丈夫です。反対側も同じように巻いていきます。毛束巻くときに前にちょっとこう髪を持ってきた方が、巻いて髪が顔の近くに落ちたときにちょっとこう頬骨に落ちるので、そうするとお顔がちっちゃく見えます。で、こっちはまた前側にを使って巻いて、あと最後またこちらは外側に巻いていきます。あとはスプレーをしてちょっとしっかり固めたら完成になります。